皆さんどうもこんばんは。二次三次所属 3SKM のケイタンとお先がける星子と鍵屋の海星と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ねえマジで怖えほんまに。ぜひぜひ、気になる方はびっくりした、びっくりしたあの吸音材が落ちてきた怖っ雲行きが怪しいよ、やだよ80やな、これぐらいで行かせていただき、あの本当に完全初見なので超怖いですよねっていう話をね語彙力が終わってる。あ、忘れとった、ちょっと待っとってください皆さん。スイッチオフ。よいしょ、部屋の電気を消してきました。当たり前ですよね、まさかそんなホラーゲームをやるときに消さないなんて。いや、計算で全然いっちゃうけど、ちょっとここは僕の中の男としての勝負として、シャバいかなと。電気つけるのは、シャバい。マジで、怖いっす。チェックチェック。マイクは、マイクチェック、ワンツーワンツー。ぜっぜっぜ、つつ。オッケー、行きまーす。もしかしてこのゲーム、重い？水いただきます。で、ルールが18分間生き残ればいいっていうやつで、動かないと18分間あの立たないらしいんで、ほらこうやってね、57秒55秒。あ、車がある。え、待って、マジで怖い。これさ、ずっと停滞しとる、ここでこうやっとったらね。あー、なるほどね。ね、本当に怖い、やばい。あ、もう後ろ、うっ。なんか1分ごとに来るとかある、もしかしてこれ。4、3、2、来るよ来るよ来るよ。あ、なんかバチバチ言っと、もう実況的には多分ゲーム実況なんで、多分こういうのに行かなきゃいかんの分かんないけど、可能であるならば、あの、行きたくないんですが、しゃばくないので行きます。あ、怖くない。あ、怖くなってきた。あ、全然大丈夫。全然怖くない。マジで怖くない。ただの人工物や。木の上にも乗っちゃうぜ。来いよ。あれ、触れたら死ぬかな。は？あ、ダメだ、これ。これダメ。多分あれ UFO です。あれ UFO じゃね、あれ。え、何？あの入力感度が高いので下げます。あー、OK。なんか赤と青のもの落ちてますね。なんか儀式をやったのかな。ああいうのは触れない方がいいっていうんだ。ガキん時はさ、マジでこういう山道ずっと遊びよって、かっこいい枝があったらさ、その枝を持って、まあ、勇者ごっこみたいなな、男友達と一緒に遊びよったわけよ。そしたらある時ちっちゃい祠を発見してな、そこにあったそこの祠をね、なんかしなくてもちっちゃい子供やからわからなくて開けたんすって。そしたらなんかヤモリっていうの、ミイラみたいな綺麗な白骨のミイラがあって、うわ綺麗と思ってそれを持ち帰ってんな。そしたら次の日に僕は自転車に引かれたっていうか、自転車を倒して自転車のギアで足を切りました。かなりの数の針を縫いました。次の日そのことを話したら母親がすぐにそれを捨てて、僕マジで全身に塩かけられてんの、パッシャー言うて玄関立たされる。あんたこっちまでっつって、死ぬかと思った。危ないねこれね。あの時のヤモリの勘が僕にあっちに行くなって言うと。どうか勘弁していただけないでしょうか。ちょっと本当に怖い。あ、ダメ。あ、ダメ。あ、ダメ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 。ちょっと時間稼がしてごめん。しゃばい。ダメ。あ、無理。あ、絶対来る。無理無理無理。なんか来る。あ、来る来る来る。絶対来る。うダメだ。ね、怖い。ダメ。
もう白状するけどビビりなんよ、こう見えて普通に怖いと、ホラゲって。なんか拾ったんだけど、何しとんと、死んでんの、じゃあいいや。おびっくりした、殺されてんのかと思う。プナ生きとった。 あコメント欄があったけえな。コメントを全然読めてないっちゃけど、左側で今コメント左に置いとんやけどさ、左のコメントが動きをだけでなんかあれやわ、心救われるけど、お前らどうせプレイしてねえ、してねえんやろうなと思ったら、ちょっとなんか辛くなってきた。なんで僕こんなめっちゃ怖い思いしてんのに見とるだけやねんなって。見に来てもらってるんですけどね、普通に見に来てもらってることは重々表示なんですが、ことホラーゲーに至っては、なんでお前ら見とるだけやねん。何の音、ああ、びっくりした。ああ、無理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 、帰る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 。許して。許して。びっくりした。なんだ。え、なに。え。なに。なんかおるくね。あ、画面の残りが。なんか光った気が、なんで、燃えた。なんか聞こえる。目を閉じるな、絶対目を閉じちゃあかん。目つぶるだけは絶対ダメ。え、これさ、当たったら死ぬとかないよね。これ当たったら死ぬ。どうもエレクトロです。よろしくお願いします。ごめん、水飲まして。やばいやばいやばい、見え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 、めっちゃ泣き声聞こえる。やばい、臨場感が。ああ、やばい、心臓が痛い。ああ、音がするよ。ああ、テントがある。やめた。やめたはしない。あれか、エンジンか、これ。ローラーだ。タイヤになりたい。もう転がっていきたい。はあ。ね、もしかしてさ、もしかしてさ、知っとったらで教えてほしいんやけどさ、これって演出とかランダムやったりする、もしかして。そんなことないよね、さすがに。走れる。お、あ、ランダムなんだ。叫んどらんし、足。かつてないほどに今アスファルトを愛しとる。早くアスファルトを歩きたい。ね。こんな山道は嫌だ。ほら、こんな山道さ、嫌だって。一番今アスファルトを欲している、体が。アスファルト歩きたいって。アスファルト歩きたいよーって。もうね、十分怖かったんで、あとはもうクリアするだけよ。簡単簡単。この段階で15分に入るのはちょっとまずい。なぜかというと、森の中での14分はまだ未知数だからです。あー、湖だ、勝った通らして、通らして、お願い。じゃあパックで、じゃあ後ろ。ああ、ワンワン大丈夫？全然怖くない、何も怖くない。ね、あれさ、なんかさ、何もなくない？
張る。口を閉じる。ちょっと雨。一瞬口閉じるね。マジで口閉じるね。勝利の方程式だこれが。ゲーム実況失格。二択しかないってこと？失格か？失格じゃないかってこと？でももう。なんでくる？バカだよ。え、ラッシュ来た？もしかして。なんかおる。ね、なんかおる。なんかおる。それは怖くない。別に。ありがとうございます。いいじゃんけ、パックしたって。お前らもほとらになれ。湖のほとりを誇りを持って歩く者たち。胸張って歩いていけ。絶対さ、あの、やり方間違ってると思うよな、僕。普段、あんまり言わんけど、あの、あまりにもダーティープレイすぎんか、これ。大丈夫かな？ちなみにやけど。もうここまで来たの？じゃ、バック。何の恥じらいもない。下がることの何がいけないんですか？あなたバックしないんですか？なんか言われたら。ひたすらほとりを、泉のほとりを、行ったり来たりするゲーム。みんなはホラーゲーム得意？ちなみに。僕はもう両肩が上がりすぎて背中つりそう今。エレンゲか。来いよ。今度かい。ベイビーコール。何かの連中。口を紡ぎます。歩けない。みんなクリアしちゃった。なんでね。はあ？え、クリアしたんじゃないの？え？ネタバレはダメやけど、あれがクリアかクリア出ないかだけ教えてもらっていいか？クリアしたらクリアって出るんだね。アウトなんだね。多分天罰。ホトラーになった天罰やと思う。池のほとりを旅する者たち、通称ホトラーって言うんですけど、あのホトラーはこの世界においてのルール違反やと思う。ホトラーは、ホトラーが最強であることは僕が証明した。ちゃんとクリアします。でも多分池のほとりを見つけたら僕は行ってしまいます。ねえ、18分から進まない時計が。なんで？ひょー！来いよ。なめんなよホトラー、マジで。